じめまして、どうもどうも。はい、ということで、皆さん、私のこと今日初めて見たと思います。まあ、そうだよね、そうだよね、初めて出てきたからそれはそうなんだけど、ちょっと待ってね、私ちょっと初めての YouTube 動画でちょっと緊張してるんだけど、頑張って話すね。今日から私は最近流行ってるよね、バーチャル YouTuber ね、VTuber とかってみんな言ってるけど、今日から私もその VTuber としてデビューさせていただきたいと思います。していこうかな。私の名前はミツアキコって言います。ミツアキコね、だから略してミツアキとかって言ってもらえると嬉しいかな。ツンツン。はい、年齢は、年齢というか生年月日かな、生年月日は2000年だよ。生年月日は2000年の今年で18歳。今皆さんに見ていただいてるこの動画のチャンネル、これは私ミツアキコのチャンネルではないんです。ないんです。はい、まあ見ていただいてる方なら分かってると思うんですけど、このチャンネルは瀬戸康史さん、皆さんご存知瀬戸康史さんのチャンネルで私今動画を投稿させていただいてます。はい、なんでこんなことになってるかって言いますと、私その瀬戸康史さんってここだけの話、結構動画休むじゃないですか。休みますよね。ということで、最近もなんかずっと動画の投稿が、私も瀬戸康史さんのこと大好きなんですけど、大好きで昔から、小学6年生くらいからのファンなんですけど、最近やっぱりまた動画が途切れてるっていうことで、私も VTuber になりたいって思ってた矢先、私が VTuber やろっかなって思ってるタイミングと、瀬戸康史さんが動画を休んでるタイミングがなんか同じだったから、動画瀬戸さんがまた復活するまでの間でいいんですけど、もしよかったら私に動画のそのチャンネルを使わせていただけませんかって、いただけませんか、ピンピンってお話ししたら即答で、はい、わかりました、瀬戸康史、チャンネルをあなたに差し上げましょうっていう風に言ってくださったんで、いきなりチャンネル登録者が100万人超えてる状態からのスタートになります。はい、ということで今回はこんぐらいにしておきたいと思います。終わりの挨拶とか何も考えてなかったけど、じゃあ最後の挨拶はジャスティスにしようかな。それでは皆さん、またお会いしましょう。ジャスティス。